比較という現象ですね。ロボットの身体能力を見てみようということで、このような体型をしてるんで鈍そうに思えるんですけど、こう近くで見たらスピードも速かったり意外とジャンプしてるんですね。そういうのちょっと今日解説したいと思います。第一種目、ハードルジャンプ。ハードルジャンプ、どのぐらいの高さジャンプできるの？女性です。よくできてる、かわいい。はい、じゃあやってみましょう。ハードルかじらないで。ハードルかじり。ハードルかじり。ハードルかじり。まず一番高い高さですね。はい、いきまーす。いやいや、一頭も飛んでないと思うけど、全員くぐったと思うんだけど。はい、上手でしたね。じゃあ次の高さいきます。あ、飛んだ飛んだ、もう飛んだ。いいっすよ。あ、飛んだ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 。あれ、横から避けてった。ちょっと邪魔、邪魔だよ。ちょっと邪魔、邪魔だよ。まあ、飛んでるんだけど。痛い。もうちょっと痛い。今葉っぱ食べてます、ね。うん、キャサリンもキャサリンも飛ばんてるからね。持ち上げた。お、飛んだよ。持ち上げた。お、飛んだよ。ちょっと高いな、難しいな。うん、そんなもんだね、そんなもんだね。そんなもんなんだけど、え、くぐる。あ、押し抜けた。あ、ちょいちょい押し上げるやつ。あ、もう絶対に止めないじゃん。そして絶対誰か目の前でカメラ塞ぐんですよ。あ、もう絶対に止めないじゃん。改良してもう一回やった方がいいんじゃないかな。止めないようにしたらいいかな。下にもう一本入れたらいいんじゃないかな。うん、あ、いいね。モルモットハードルマーク2。うん、マーク2。でも結局かじられるって。壊してしまえと思ってるのかも。壊せば低くなるぞ。うん、よし。おお、飛んだし。破壊しようとしてる。おお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 はい、じゃあ次行きましょうか。ロボットのこのスピードをちょっと見てもらいたい。うん、集団行動なおかつスピード。はい、じゃあ行きます。くるくる行きます。あんまり速くないな。これあの順番が逆だよね。先にさ、走るやつやってさ、その次ハードルじゃねえのっつ。はい。かじって、なんか知らんかじってるやついるし。
特に何も変わった絵は撮れてないと思う。まあでもこう集団行動で動くという感じですね。はい。次モルモットが立ち上がれるかどうか。モルモット高校なんですけど、立ち上がれたりするんかな。うん、じゃあ行きましょう。立てるのか。お、お、お、立った、立った、立ったよ。立ってる、立ってる、立った、立った、立った。おお、ちゃんと立てるじゃん。すごいすごい。なんかでも本当にシュッて渡せるんですよね。ああ、もうね。またお前か。キャサリン、呼ばれてるよキャサリン。よかったね。はい、外でなんか食べてきてね。はい。立ってる立ってる立ってる。完全に立ってる。あ、みんな立ってる。あ、かわいい。かわいい。2、3秒は何もなしでいきます。うん。かかとまで足つける動物は大体立てると思うし、ネズミの仲間は基本的には立てると思うんだけど。カピバラと同じ体型ですからね。うん。かわいいじゃないか。だんだんみんな飽きてきて、この子以外は飽きてくるから。すごいけど。あ、立った立った立った。なんか上手ですね。うん、その子だけでいけない。だんだんだぞ。周りがいなくなった。周りがいなくなったからちょっと不安なんだ。あ、来ただ。やっぱちょっと大変なんでしょうね、立ち上がるの。やっぱすぐやめちゃうし。それなりに立てるっていうことかな。ぐらいかな。うん、何もなしだ。あとなんかあるかな。空を飛ぶ。空飛ぶなちょっとあんま見せれないですね。秘伝技なんであれは。ああ。私の家で立てるモルモットちゃん、こんな動きしますみたいな、そういう動きがある方はこうコメントに書いてもらって。実際僕たちのこのモルモットたちもやってるかもしれない。予測方向で歩きますけど。怖いです。うんうんって思ったけど、ちょっとこうやっていろいろモルモットの身体能力、これからもいろいろ観察していこうかなと思います。動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。バイバイ。じゃあバイバイ。バイバイ。よし。バイバイ。バイバイ。バイバイ。